どうもキスクです。孫悟飯が全開覚醒したので、まあ使っていこうと思います。で、まあ、どうやって使うのかっていうと、この全開アビリティを使っていきます。だからこの悟飯自体は多分使わない。いや、わからん。相手のパーティー見て、紫2体出せるようなら出していこうかなとは思うんやけど、まあ、この結局のところ、これまだガシャが来てないから覚醒1なんですよね、覚醒ランクが。まあだから今使ってもそこまでこうぶっ壊れ感が見せれるのかって言われたらそうでもないと思うので、まあちょっとね Z アビリティをまあ使っていこうという感じですね。はい。まあでもね、こいつ結構強いと思うんだよな。悟空ブラックの全開覚醒はなんかわりかしんってなった感じのステータスとか能力だったんですけど、こいつは普通に強い、普通に強いです。しっかりと覚醒ランクを上げてあげれば普通に強いキャラだと思います。はい、こいつですね。混血サイヤ人かつ、パープルの、全開アビリティをしっかりと受けたこのトランクス青年期を使っていこうと思います。まあ、こいつ、まあ、そもそも打撃の攻撃力がむちゃくちゃ高いと。確か全キャラクターのうちトップ5、6ぐらいには入ってるぐらい強い打撃火力を持ってるんで、すごい強いです。で、プラス、こいつ控えに戻る際に、混血サイヤ人の余ダメージ 35% アップしてくれるんで、35% っすよ。むちゃくちゃっすよね。35% アップしてくれるんで、まあ、相当ね、強いと思うんで、ちょっと頑張って戦っていこうかなと思います。はい。ということで、まあ、今回使っていくのは混血サイヤ人パーティーと。で、海洋拳悟空は Z アビリティ要因で採用してるだけなので、多分出さないですね。まあそんなところかな。で、今の環境、混血サイヤ人結構戦えるんじゃないかなと思ってて、まあ前回覚醒のご飯が来たのもそうなんですけど、まあ、リミテッドご飯、変身ご飯、未来ご飯、変身トランクス、普通に強いと思うんで、今の環境でも難なく戦っていけると思います。はい。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。劇場版パーティーですね、やっていきましょう。悩むな。まあこれでいいか。お願いします。さあ行くぞ。お、黄色から出してくんねや。なるほど。フルパワーボージャックのさ、声なんか前、どういう人でしたっけみたいな。声優誰でしたっけっていうことをね、言ったら、まあ、教えてくれる人が結構いらっしゃって。ターミネーターの、シュワちゃんの吹き替えとか、トグロ弟とか、なんかどっかで聞いたことあんなと思ったら、トグロ弟やったわけですよ。びっくりしましたね。まあ、それ聞いたらもうそれにしか聞こえへんよな。見た感じももう、見てくれもあれやし。もうトグロの100、トグロの 80% ぐらいのあれでしょ、これ。よし。まだ自分が死なないとでも思ってるんじゃないのか。でもさ、トグロ弟って言ってもさ、知らん人もいるよね、多分。誰ですかっていう。若い人やったらね、なるよね。トグロ弟は最高の敵キャラというか、敵キャラやのにものすごいかっこいいっていう、僕の大好きなキャラクターですね。はい。どうしようかな。必殺アースか。はい、ズドン。攻めてくるね。いやー、これは縛ってこない。あうし、これでかい、これ美味しい、めちゃくちゃでかい。ライジング、
黄色の腰か。ちょっと変身トランクスが空気なんですけど変身トランクスが空気。ああいたか、いたんや。あ、できれば黄色落としたかったけどね。うん、さてさてさて、おお、このリミテッドご飯もさ、すごい使うの久々やからさ、めちゃくちゃ見るの。どうしたすごいな、ようじっとしてられるな。究極で落としに行くか。ドーン、オーケー。結局黄色しか残らんかったな、ラッキー。いや、これ赤残っとったらもう勝てんちゃうの。トランクスの動画やのに。よし。やっぱね、このリミテッドのご飯ね、あれなのよね。まあ、前まではすごい強かったけど、結構やっぱ火力出んの遅いよね。耐えろ。さすがに無理か。まあでもバニシングないから。普通に殴って変身トランクスさんがもう変身すらしてない、この事実。はい、 OK、 対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。人造人間パーティーですね。お願いします。どうしようかな、これでいく。うん、まあ、ちょっと今回は緑でいこうか。はい、お願いします。さあやっていくぞ、ガモン。ああ、うーん、カバチン外し別にいいけどなどっちにしろ有利属性やし。ああ、マジかよ。やべえぞ。あー、ダッシュタックル出ない、ダッシュタックルが出ないでいく。あー、噛み合わねー噛み合わねー。ボコボコのボコ侍じゃないですか。噛み合わねー、マジでやばいっしょこれ。あーなんですけど、マジこういう試合すげーテンション下がるわ。はい、あー取り返そう、ここから縛るか。くっそ噛み合わんかったね。はい、と抜けて射撃、射撃、 OK、 メインで見て。さあ、うん、来ないか。回避もしてこなかったね。あー、いいよ、もう流れ来たよこれ流れ来たよ、取り返していく。ボン、はい、属性相性不利無効なんですわ。変身していく。これどうしよう、特殊バン入るな、一冊でいっか。はい、さて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 、さっきの試合トランクス使えてないからさ。はい、おいしい、うますぎる。お前もしかしてまだ自分が死なないとでも思ってるんじゃないのか。このセリフいいっすよね、さっきも言ってください。はい、いやー落ちない、よし、素直に落とされましたね。おいしすぎ、あお、あー、なるほど、回避全然しごへんね。はい、まあ、回避読みが下手くそな僕にとってはどっちも一緒なんですけどね。はい、完全にまくった、完全にまくりました。いや、トランクスはもうこっからやから、こっから頑張ってもらう。メインアビリティですごいコンボつなげて頑張ってもらおう。
打撃。ああ、いやー、相性悪いね俺たち。あなたはいいんでしょうけど、はい、繋がるな、強いよねやっぱ21号。打撃、オッケー、ライジング。もう飛ばします。はい、膝蹴り、よし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 。さあ、あとはちょっとトランクス頑張ってほしいね。トランクスに頑張ってもらおう。最後の追い上げ頼ますよ。避けて避けて射撃入る。ああ、これはもうとんでもね火力になるよ皆さん。これはとんでも火力になっちゃいますね。そう、打撃2枚入ってからのからのメインアビリティ繋いでいく。ああ、強い。こっちなんですよね皆さん、油断しない。はい、強い。これがやっぱ強いよね、変身トランクス。はい、美味しすぎ。いただきます。いただきます。 OK、 よしよし。最初どうなるかとか思ったけど、なんとかね。はい、マッチングしました。ケーフお願いします。あ、赤もいない。赤がいないですね。じゃあ黄色出していけるね。まあこれでいっか。お願いします。さて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 、あー、変身ご飯にビビってリミテッドフリーザが出てこなかったね。普通に強いと思うけどな、リミテッドフリーザ。普通にじゃないよね、めちゃくちゃ強いよね。はいっす。あー、ダメか。まあでもどっかではしないといけないんでね、初手はあまりダメでしたね。あー、痛い。まあでも悪の系譜パーティーは、まあ、サイヤ人特攻入ってるやろうけど、こっち根血やからね、あまり意味がないというか。はい、まあでもそもそもの火力が高いからさ。うん、どっちにしろ怖いねんけど。さて、さあ来い。やもん。あ、やべ。こっちこっち。見るね。いや、ここ勝てたらでかい。はい。なんかアベレージ950くらいやな、今日。まだ間に合う？あ、もう無理か。あ、無理や。避けて。特殊圧。どうする？ターゴー。おい。あああああ。はい。まあ、このライジングは、まあ、お辞しておきましょうか。はい。必殺アーツでいこうか。まあ、必殺アーツでいこうかっていうか、ものすごい適当に選んだけどね、今の。アーツ出た瞬間、ポッと押しちゃった。どれ選んでも4択なんでね。射撃。よーし、ねじ込んでいく。射撃。あとはまあ適当にライジングぶち込んでって感じかな。これキャラチェンしてごらんのんちゃう。はーい、究極圧がそんなに大事かい。これ落とせればでかい。はい、はいと。よし、受けてみろ。オッケー、耐える道理はない。で、手札すっからかんの時に、これがあるんですよね。見えてる。見えてる見えてる。頭下げちゃって。これでしっかりと待機カウントも稼いで、なんなら特殊アーツからも繋がっていく。カチャーン。かっけ。ホープソード欲しいよね。よし。あれ、このご飯のさ、究極アーツってさ、不死身向こうついとったっけ？全然覚えてないわ。必殺アーツでいいや。
ちょっと覚えてないわ。ああ、OK。大変ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は、全開覚醒ご飯の、全開アビリティを変身トランクスにバフしてあげて使ってみたんですけど、どうだったでしょうかね。まあ、むちゃくちゃ強かったですよね。普通に強い。やっぱ変身してからのメインでコンボ繋がったりとかめちゃくちゃ強いし、まあ、必殺アーツの威力も高いし、うん。で、控えに戻ったら、余ダメ 35% アップでしょ？まあ、言うことなしで、強いんじゃないですか？今の環境でも全然戦っていけるぐらい、ポテンシャルはあると思います。はい。まあ、どうなんでしょうかね、こいつ。ここまでつければ強そうですよね。クラスアデプトまで、覚醒ランク上げてあげれば、まあ、再生特攻を持つんで、まあ、その辺強いかなとは思うんやけど、まあまた全開覚醒皆さんして使ってみてください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではよきドラゴンボールライフを。バイバイ。It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still, I'm better with than without you.